はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。今日は、純正受けループですね。ゴリランダーはちょっと回復技ないんですけど、残飯グラスフィールドと宿り切ってあるんで、回復技があるとしていいでしょうっていうノリです。どうしようかな。ガラガラがとにかくしんどいから、ヌオーは絶対選出しないといけなくて、ってなると、ウーラオスもヌオーでいけるかな。キングドラ見るためにハピは持ってきたいんだけど、わざわざそのためだけに持っていくのもなーって感じだよな。あと他のポケモンに一切強くないっていうのも気になる。ゴリランダーから入って、ヌオーを、無道かな。無道だよな、これだったら。ポリツーも悪くはないけど、土砕とか考えると、無道じゃないかな。うん。キングドラチョゴリランダーで、分担します。いや、あれ多分、おそらく気合ダメ積んでくるスナイパーだと思うんだよな、ピンで刺してるから。そうなると、ゴリラで、ある程度は、受け出しがちょっと効かなそうなのが気になるけど。ああ、そうだよね。あとペンドラーが嫌だったから。ゴリランダーで何ができるのかって話なんだけど。こいつ何持ってるかな。チアドリギから入るか。影分身からバトンとかはとにかくうざいよね。それが本当に世界一だるいんだけど。こいつ何してくんだ、ペンドラ。それしか型が想像できないんだけど。多分攻撃技6なのあんまないから、なんかゴリラでいけるかなって思ったんだけど。剣舞はどう？しかも上取られてるね。それはだいぶまずいんじゃない？ただ、宿り着させてるから、加速だよね。じゃあ、身代わりから入っていいことあったかって言われると、諸説だな。無道でいいか。ちょっと、ヌオーじゃないと受けれない駒の方が多いから、ヌオーをここで削りたくないのと、盆のみ残しときたいっていうあれもあって、無道引きで、身代わり。宿り切ってバトンしたらさ、引き継がれんのか？ちょっとそれ次第ではあるな。加速。これバトン、絶対バトンなんだよな。裏誰に繋いでくるかな。ステロは巻いといていいか。とはいえ。ただ一回剣舞したぐらいじゃ。やっぱ二回積んでくるか。そしたら次のターン鉄壁をして、ガラガラがちょっと気になるかな。ただステロ負けてるから、で、ペンドラ出し直したら、こいつ虫毒だよね。多分、入るでしょう。ステロダメージ。ペンドラ、やってくることがよくわかってないだけに処理ルートがだいぶ、怪しいってのはでも良くないな。鉄壁から入るか。最大まで積んでくるのか。最大まで積んできていて。最大まで積んできていて。ウーラオス投げてくんだったら、ちょっと考えなきゃいかんとこではあるか。ただここボディプレイで引き先のポケモンの身代わりをぶっこ抜きに行くか。それがいいよな。ガラガラがちょっと嫌なんだけど。ガラガラやめて。ガラガラやめて。バトンすると思うんだよね。することとしては、相手は。それが嫌なんだけど、とにかく。バントタッチ。
ガラガラやめて。ガラガラやめて。他だったら多分、ボディブルで身代わり絶対壊せるから。ヌオのカウンターでその後処理が効くと思うんだけど。ガラガラいるかガラガラいるかまあでもステロダメは入って。はいはいはい。あ、宿り木入ってんじゃん。来た。これはうまいな、結構。美味しい展開だね。エアームドを削る。多分あのでもペンドラはエアームドで完封できるから、ここガラガラ処理して TOD っていうルートがいいんじゃないか。だから、一体持ってかれる方が嫌だか。こっちからすると。ここ布引きで。まあ、天然で相手の特性無効にしてるから、枯らしきれると思うんだけど、攻撃を。枯らしきれるとか、その受けきれると思うんだけど。ダイマックスかダイマックスかただ、それならいいや。こっちもダイマックス切って、受け切ってしまおう。こいつが受けループ破壊のな破壊神になっとるからな大バーン、オッケー。一番安い、それ。安くねダメージ量的には全然安くないね。ここは大ウォールでいいかな。ダイマックスターンは枯らせないから。いやー、なんで大ホロ打ってくると思ったんだけどな。どっちみちエアームド。耐久、向こう剣舞3回でこっち鉄壁2回だから。大ホロで押せるから大ホロを通してくんのが相手視点は強い動きかと思ったけど。大ウォールで宿り1回分を回復して、で、多分大ホロで殴られて、盆のみ発動プラス。なんかみたいな感じで。ヌオの HP をそこそこ保ってるんじゃないかな。ダイアースで。ダイアースさすがに落ちると思うガラガラ。ダイストリームしかないヌオだと、ガラガラ全然削れないんだけど、晴れてるしね。ただ、ダイアースあるから、ダイホロどんぐらい入る？ああ、いいダメージ入るけど。まあ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 。これは OK で、はいはいはい。で、ダイアースと。わあ、くそ。落ちねえか。ただ、宿り木2回分で、ガラガラ。まあ、裏に引いて宿り木解除してくるんだったら、ステロで死ぬから、ガラガラは相手は切らざるを得ないはずで、その HP だと、宿り木で落ちるから大ボールだね、ここ。うん。まあ、TOD 考えて残すっていう手もあるかもしんないんだけど、ポルガイ。ポルガイってどっちみちでもこっち、ボンノミも食ってるから、食らないでしょ。OK, これでガラガラ処理して。これは割といい感じに、いけてんじゃない？ペンドラー。で、こいつもステロ入るから。ああ、オッケーオッケーオッケー。回復味かな？違う、何？チーラの実。ヌオね、B1 段階下がってるから。あんま無茶はしたくないな。まあ、一回は再生でいいか、でも。HP 確保してから引きたいようなボンド見食っちゃってるし。ペンドラが身代わり剣バトン守る、オッケー。ザコイペンドラだった。これで、ペンドラやることないでしょ多分。その技構成だったら。まあ、身代わり張ってどうこうみたいなノリぐらいでしょ。しかも守るをうまく透かしていって、ってなると身代わり残る、身代わり張れないよな、相手。自信で。
バトン、剣舞バトンとかされたくないから。うん、これでラスト1体倒せるところに持ってけば勝ちじゃないかな。あ、オッケー、ちゃんとこれで取れるのは偉い。ネットだと多分落ちないんじゃないかな。まあ、A も C も、スズメの涙程度なことに変わりはないんだけど、無王は。裏押す。B1 段階下がってるからな。一回引くか。ゴリアンダー捨てながら無王を投げて、カウンターで、取れないかな。あー、グラスフィールド発動しちゃうのあんま良くないかな。ステロでせっかくタスキ削った分が、治っちゃうんだけど。暗黒強打、はい。ズドーン。すげえよな、こいつガチで。どういう火力してるんだって話だけど。まあ、ヌオを投げて、で、アームの頑丈があるから、一回は絶対行動できるじゃん？ってことを考えると、ハチマキ。まあでもカウンターかな。B さすがに下がってる状態だと絶対多分耐えないんだよね、この暗黒強打は。プシッ。あ、オッケー。で、おら死ね！おら！オッケー！いいね。今までの方とは違うヌオになってきてるけど、今後はなんかこっちのヌオの方がいいんじゃないかなって僕は思ってます。じゃあもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。エースファンいるからヤドラン投げたいで、ゴリランダー無理だからエアームドが欲しい。ヤドムドたらウオドラゴンハチマキだと世界が終わんない、それもしかして終わる世界だよね。それはまずいんじゃないか。かといって、じゃあエースマンをヌオーで見ようっていう感じは不安定さを極めていて、不安定さを極めていて、まあでもルガルガン、ウオノラゴンにどこまでやれるかだな。後出しから鉄壁押させてくんないよな、ハチマキだと。対面からならいけるんだけど、それを考えるとヌオを投げてても別に変わんないっちゃ変わんないんだよね。じゃあこっちがゴリランダ選出しますかっていう話だから、まあ無道から入ってハピヤドランハピでいいんじゃない。ハピ無道ヤドラン受け選出でいこう。まあ、そもそもでもトゲキスだったりゴリランダだったりエースマンだったり崩しになれるポケモンが結構いるわけだから、そうなると、ウオノラゴンはハチマキなのかっていう感じはあるよね。コータスから来る。まあ、コータスから来るのは予想できなかったことではないけど、ただ、まあ、これはこれで OK。で、オバヒ打ってくるかな。絶対打ってこないからステロ巻きたいんだけど、それをしていては受け選出の意味がないので、即引きと。ステルスロック。だったらこっちもステロ巻きてんだよな。こっちもステロ巻いてから引きたかったけど。自破から。ただ一回そうやって突っ張ろうみたいな行動をとって、読みが外れた時に全てを失うから。鬼火。電磁波地味に外したよな、お前。首にすんぞ、マジで。やけどはまあ、まだいいんだよな。ハピナス攻撃技は特殊しかないし。しかも、マヒルのと違って、こう、確実に行動はできるわけだから。で、これであくび食らわなくなったね。鬼火持ってるコータス、珍しいな。オッケー、しっかり当てて、モンジー。どんぐらい入る？晴れてんのにこのダメージってやばいだろ。こいつ本当に耐久バケモンだな。まあトライアタックで、コータスは有限なポケモンだから、
ちょっとでも削っていきたい感じがあるけど。あ、オッケーオッケーオッケー。アドアドアド。これはアド。ガチャアド。で、卵の実をどっかでちゃんと打っとかないと、次のサイクルで、そう、こういうことが起きるんだよ。引いてくるよね。ただ、エースバーンだから、ここトラータでなんか引け。だから、麻痺が意味ないんだけど。この技あるから。交代目でデンジャー押していくべきだったかな。まあ、言ってもしゃあないか。で、ヤドラン引きで。ヤドラン、エースバーンに勝つためにヤドランを、ドヒドヒド外してね、ヤドランにしてきてるんで、ドヒドヒドのいない、受けループとかってでも、鎧のこと解禁前まではさ、想像もつかなかったけど、意外と、新しいポケモンを、だからまあ、エースバーンが悪いんだけどな。これ実はダイジェットは受からなくて、タマダイジェットは、乱数なんだけど、結構怪しいとこなんだよな。ただダイアークを生伸びでっていう話だから、こっちはね。何言ってくるの？火球は OK、一番安い。けど結構痛いんじゃない？晴れてるから。うわ、痛え。こんな入んの？さすがに弾だよな、これ。バカだろ、火力、このポケモン。あー、93か。これね、多分、耐えないんだよなぁ。弾でしょ？ダイジェット90から107だから、多分耐えないんだよなぁ。ダイアークだったら半分になるから、いや、それでも乱数か。高乱数だったら死ぬよなぁ。ダイボール打ちます。ちょ、怠けるの PP が14しかないのは、ポイントアップが足りなかったからです。ダイボールで一旦分枯らしてから、で、コータスに対してハピは絶対残さないと負けるでしょ？ということを考えると、どうするのが正解だ？ここでストリーム打って雨にして、一回無動に引いて、再生力使ってみたいな感じかな。ね、このヤドランね、タマダイジェットがそう、乱数2発で飛ぶから、ちょっと怪しいっていう問題はあるんだけど、一個いいところがあって、こうね、ダイアークを生のみで半減して、ダイマックスさえ枯らしてしまえば、ダイアークの元技って不意打ちなんで、主体的に打てない雑魚になるんですよ。不意打ちってこっちが攻撃してないと相手失敗するから。だからそのタイミングで、まあ、怠ける鉄壁、電磁波って押せる技を採用してるから、まあ、裏に通せる電磁波と、単純に、ドリューズとかの対面で、剣舞に対して、防御上げて対抗したい鉄壁と、まあ、鉄壁採用するから、本当はボディブレも、技範囲広げるって意味で欲しい技なんだけど、ここ、エアームド引きで。まあ、火炎ボール打ってきても、雨降ってるおかげで、ここ一回倒倍になるから、ヤドランは引いてしまえば、ヒットも回復して帰ってくるっていう結構いい特性だよね。その再生力が。で、次、まあ、無駄に打ってくるとしたら火炎ボールか膝で、そこにもう一回、ヤドラン投げるわけだから、あんま削れない。ここ火炎ボールやめて！ここ雑魚技。膝は強いなぁ。まあ、でも 7HP だったら飛ぶし膝か。ただこれはしっかりと耐えてゆき、これ次の膝。耐えないよなぁ。まあ、でもヤドランか。まあ、膝外しもある。のと、玉ダメで、最悪、あ、オッケー、引いてくるんだったらこっちもう一回サイクルできるから、これはでかい。はず。で、コータスはまひってるでしょ？オッケーオッケー、もう一回サイクルできるんだったら、やだな、回復できる。ステロで、ちょっと回復量減らされ、事実上減らされてるってのは結構うざいけど。まあ、これで、ここはハピ。いや、でも、思ってたような立ち回りができてるな。ヤドランのね、対応範囲が狭すぎて、
戦術が結構窮屈になってはいたんですけど、オビニー、これオビニーをしっかりと当てていき、鬼火うぜえな。交代読みでデンジャーも刺したいけど、ハピの HP がないと突撃で最後死ぬことになるから、弾を産んどこう。ここ引いてきてもいいよ、エース番に。引かないでほしいけど、本当は。オッケー、引いてない。オッケー、痺れてる。そしたら、コータス、単純に取らせてくんないかな。トラータをして、タマゴミのターンに引かれるのがうざいから、なるべくトラータをしていきたい。C がまあまああるから、あの HP のエースパンだったら、引いたら多分死ぬんだよね。ガンプーいい技持ってるな。ああ、まあでもこんなもんか。コータスのパワーがあんまないから。そうだよな。うん。まあガンプ何回打たれても多分コータスの方が遅いでしょ。まあ引ってるし。エッグ。ここ引いてくるかな。オッケー、セーフ。エッグあんま押したくないんだけどな、本当は。ガガンプー。ガンプー鬼火。炎技ないのこいつ。そんなことないと思うんだけど。どう考えても。まあ、晴れターン枯れたら一回ヤドランに引いてもいいか。もんじゃ、あ、そう、もんじゃあるよね。晴れててこのダメージっていう。このハピナスの。頭のおかしさね。卵産み。あー、ここ引いてくるか。まあ。まあまあ、エース番だよな。エース番なんだよな。卵産んで。ここをトラータ押せてたらな。ただでもその裏から出てくるトゲキで結局世界が終わってたかもしれないことを考えると、その安易な立ち回りは身を滅ぼしかねなくて、まあ晴れてるけど、いやー、ステロが結構やっぱ窮屈だな。どんぐらい入る火炎ボール。うわー、まったそれは。オッケー、晴れ終わるから、膝だったら耐えるよね。怠けよう。生飲み持たせてるせいでな、回復機能みとか、残飯とか持たせれないのが弱いな、ちょっと。いいポケモンなんだけどね。だ、でもダイマックスさえ枯らせば、まあ、元技を、ダイジェットも飛び跳ねるになるから結構雑魚になるんだよね。それを考えると、あんまり、そうだ、エースワン、ただな、メインの、膝と火炎ボールの命中不安の弱さはあれど、威力があって、しかもその、飛び跳ねるとか不意打ちみたいな、なんていうの、癖がないから、ここ耐えるはずだよ、さすがに。ちょ、耐えてくれ、お前。頼む。お前、何のために連れてきたと思ってんだよ。おほほほ。それ次の玉ダメで落ちないかな。うにょーんって感じだな。いやー、なんでさ、これさ、俺がエースバン使うときは技全然当たんなくて、敵が使うときはこんな技当たんの、ふざけんなお前。それで玉ダメで死んで、おしおしおし、まだある、まだある、まだある。ラストが、突撃ならワンチャンある。ヤドランに投げてこないってことは、おそらくゴリランダーではなくて、突撃だよね。これいけるぞ。相手の戦術に救われてる感は否めないけど、これね、時々ね、電磁波を必死の思いで一回当てるんだけど、ラムで、あと全部、その電磁波だったら1回が全部ひるんで負けるんだよね。そう考えると、メイシング。
エアラスシュ。ダメージはそんなもんだよね。オッケー、瞑想がまず入る。いいぞ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 。デジハ。エースバーンなー、もうほんと何回考えてもマジで後出しから受けれないあいつを。オッケーオッケーオッケー、たくんでる、たくんでるよ。当てろ。オッケー、ラムやめて、ラムやめて、ラムやめろ。ラムだったら怒るよ。オッケー、セーフ。瞑想もう一回積んどこう。多分ハピの方が入んねんよ、これだったら。オッケー、上から瞑想が入って行き、これでエアスラが結局当場に戻るだけだから。でしかもこいつまだ木の実残ってるからな、匠もう一回積んでくるのか。急所にかけてきたけど、ただこれだとハピが積んでなくて投撃だけ匠んでる状態よりももうちょいマシな状態だから、トラタ打ってくか。トラタ2発で沈むとも瞑想に2回積んでるわけだし。おら死ね、どんどんどん。熱い。急所やった。ざまみろ。ういー、ざまみろ。そう、運ゲーポケモン、許さねえからな。ほら、くたばれ。よし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 。あぶねえ。なんとかいけそうなんだけど。でも、この受けループもう使いたくないな。嫌いなパーティーではない。結構割と好きな雰囲気はあったんだけど。でももうね、さすがに7月20日だから、構築をちょっと考えをまとめていかないといけないね。順位を上げなきゃいけないのもそうなんだけど。俺の勝ちだ！よーし。オッケー。オッケー、ケイスケ本田倒したわ。いや、わかんないけど。ケイスケって書いてあるね。はい、大変ありがとうございました。じゃあ今日は2勝ってことで、おつ。